え？フォーナイト実況プレイやっていきます。すごくいい音楽とともに始まりましたが、前回ね、ここの、このエリアの地図持ってないんだけど、ハローネストの都っていうところにどうも私は来れたみたいです。で、ごめんね。で、それで、この都の中を、探索していくっていう、そんな感じで今回やっていきたいと思います。この下に、なんか都があるのかな？都と王国っていうのはまた別物なのか。でも結局こいつらは俺に牙を向いてくんだよね。この、夢見の釘で切ったら何かしら、倒すしかないか。これでなんか、聞ける？ほら！ちょっとタイミング合わない。ダメか。やるしかないか。ちょっと残念だけど。死ぬわけにはいかないからな、さすがに。すまん。お前にも家族があったんだろう。というちょっとね、優しい気持ちになれる音楽ですね、ここは。お前も何を考えてんだ？お前もお前はちょっとあれだぞ。調子に乗んなよ、マジで。くそ。よし、ちょっと、調子。こっちが下手になりゃ調子に乗りやがって、本当にマジで。それは許さんぜ。お、着いたか。都。涙の都？おしゃれー。この、空から降ってきてる雨が涙ってこと。めっちゃおしゃれじゃん。超デートスポットだね、ここは。ちょっと今日涙の都行こうぜって言ったらもう一発でしょ。海の見える公園行こうぜみたいなもんなんでしょ。古い、発想が古いんだよ。よし。でもダメだな。こいつちょっとあれだからな。あんまお金持ってそうに見えないから。そこはね、良くないかもしれないね。ちょっと服もあのボロボロのマント一丁だから、それはちょっとよろしくないんではないでしょうか。お、これはなんかもらえるか切れるかなんかできる。これは新しい武器じゃないの？私のこれは釘でしょう。違うのかな。ん、今何切った？なんかいっぱい落ちてるけど、っていうかいっぱい落ちてるって大丈夫か。これいっぱい落ちてるってことは俺みたいなやつがいっぱい来て、その亡骸があるってことじゃないの。こいつからも話を聞きたいが。切れ！よし！お前の匂い殺す？何？私はお前たちの仲間じゃないの？外から入ってきたものだから、やばいのかな、俺。あ、なんか、これがあれか？釘鍛冶とかいうやつか？こんにちは。フェンダースよ。あ、来た！また鍛える釘を持ってきたのか。そこに置いて後でまた戻ってこい。その時まで生き延びていたらの話だがな。ランジャー・ステンジャー。はあ。あ、てっきり知り合いが来たのかと思ったが、ああ、よかった。私はなんかあのゲームがバグって、本来もっと早めに来るべきだったのに後で来ちゃったっていう意味かと思ってしまいましたが、違いました。よかった。釘鍛冶を探しているのか。なら私がそうだ。喋るのは不得意だが、釘の修理をしたいのであれば、そいつはわしの専門分野だ。お前の釘はだいぶ傷んでいるようだな。わしが、なんて書いてんのこれ。鍛造したものでないことは確かだ。鋳造かな、なんだろう。だが、十分な技量と努力を惜しまぬ姿勢があれば、そのように傷んだ釘ですら、再び輝きを取り戻す。お前が望むならその釘を鍛えてやる。今よりずっと切れ味が増すはずだ。あ、じゃあお願いします。おいくらですか ?250 円、安い！ちょっと預けたいけど、3円負けてくんない？でもこういうね、頑固系の親父にはあんまり負けるとか負けないとかそういう話しない方がいい。基本的にもういいねで、買わないと気分を害して逆に何もやってくんなくなるから。そこ
こら辺は実は前々回ぐらいの雑談で言いたかったとこなんだよ。はい、戻ってきました。はい、じゃあちょっと250円用意してきましたんでお願いします。私この釘でもっと輝きを取り戻したいんです。心意気を見せる方がこういう人ね。おお、かっこいい、かっこいい。ガルダはカーリー、早っ、鍛え直してやったぞ。刃の部分を研いでおいた。前よりもずっとよく切れるはずだ。外へ出てその切れ味を試してみろ。へえ、やったぜ。これどっかで見れんのかな、釘のレベルみたいなの。あ、一応右に解説的にはなんか書いてるな。鍛えられて切れ味が増してるとは書いてる。で、名前も鋭利な釘になってるね。最初は多分もっと違う名前だった気がする。ここにいたんだ、釘鍛冶って。あれだよね、あの、うわーすげえ、ほとんど、あ、さっきまで多分一発で倒せなかったやつが今一発で倒せるようになった。おー、やったー、すげー。あ、そうだよね、あの飛んでるやつとか一発で倒せなかったもんね。やったぜ、マジか。飛距離はあのチャームで長い釘とかを使えば伸ばすことができて、で強さはこいつに鍛えてもらえばいいんだ。まだ鍛えてもらえんの？まあ、金は高いだろうけど。あ、金じゃないんだ、もうこうなると。蒼白の鉱石を持ってくれば、その釘をさらに強くしてやろう。あ、ごめん、なんかマイク、今叩いちゃった。うわー、へー。で、あれじゃない？その蒼白のなんちゃらっていう鉱石は、あの、なんか鉱石掘ってるやついたよね。確か。右上の方、マップの右上の方に、なんかその、確かいたよ。この、ダートマウスの子、違うな、一個下か。ここの、ここら辺のさ、なんかこの辺りに、なんか歌いながら、鉱石掘ってるやついたよね、確か。そうだ、そうだ。へえ、ここにいたんだ。確かに、あの、カマキリ族の王たちを倒す前に、なんかあの、そういう節のこと言ってたなとは思ったけどね。なんかその釘鍛冶に北を直してもらったらいいよみたいなことを言ってたやつはいたから、まあそれで結構探したんだよね、あの時も。なんか動画の中でも結構探してたんだけど結局見つからなくて、でそんで、まあ釘鍛冶っていうのは釘師のことかと。で釘師っていうのはあの技を教えてくれた、回転切りなんか、釘鍛冶と釘師はやっぱ違うもんなんだ。っていうことが今やっと分かったね。まあ確かにあの時点でも、二段ジャンプは手に入れたはずだから、ここはいけるようになってたんだね。どうなんだ。へぇー、探索してみるもんだな、やっぱり。まあ、シンプルにその、あ、なんだこれ。単純な鍵穴のついた装置が置かれている。鍵は持ってないからダメってことか、じゃあ。あー、すごいね、ここ。あ、え、あ、前また会ったわね、小さき亡霊。物事を見抜く力には自信があったけど、あなたのことは見くびっていたわ。でも今はその実態を理解した。実態？あなたはこの王国の先を覗いたもの？え？あなたの力は二つの虚無の中から生まれた。この王国の中心にたどり着けたことも驚きではない。そしてここに来ることであなたは知ったはず。この場所を維持するためにどのような犠牲が支払われたか。え、どういうこと？なんかあんまり分かってないんだけど。それを知りたいなら、あなたはそれでもハローネストの終わりなき循環に挑もうとしている。灰に埋もれた墓とそれが与える刻印を求めている。うん、うん、うん、中二病か？
はあ、中二病かって言ったらごめんなさい。あの、私あなたのこと大好きなんで、ちょっと戻ってきてください。ごめんなさい、中二病って言ったのはちょっと間違いでした。ホローナイトの記念碑、ここが王国の中心なの？それは遥か頭上の黒き部屋に眠る。その犠牲の上にハローネストの永続性は確保される。ほー、ハローネストの永続性はあの3人がなんか守ってるからってことなんだよね。これはそれを示してんのかな。あの周りにある3つ上の銅像のはその3人のなんか守り神みたいなやつを示していて、真ん中にいるのは誰なんだろう。虫たちの王ってことかな。でも遥か頭上黒き部屋、あ、何なんて言うの、黒卵の神殿。ああそうか、地図持ってないんだ。ああでもいいや、こっちの地図で見れるんだ。あ、神殿ってここのことか。確かにここに神殿みたいなのあったな、なんか。あーっていうか、なんか中にあった、そういや。え、そこに行ったらなんかがあるってこと？俺今こんなとこまで来てんだ。へー、思えば遠くに来たもんだね、これ。これで切れる、ここは。あ、ダメなんだ。地図欲しいなあ、ここの。あのお兄さんいないかな、地図のお兄さん。久々に会いたいよ、俺。へえ、でもようやく王国の中心来たね。で、主人公は、なんかすごいこと言ってたよね。王国の、その中心というか、何かを見たものなんだね。何かを成し遂げて、で、結局その、なんでかわかんないけど、その結果こう虚無、2つの虚無から生まれたって言ってたけど、どういうことなんだろう。まあ、多分そこら辺は考えても今はあんまわかんないけど、ここも行けないのか。もう行けないとこ多いね。右からまた来れるようになるのかな。はあ、さっきの場所がこの王国の中心なんだ。でもそのなんか結局秘密を知るなら、なんか何かは王国の永続性はなんか多大なる犠牲の上に成り立っているみたいなことを言ってたのはどういうことなの。それもちょっとよくわかんないんだけど、わかんないことだらけで、何がわかんないかだんだんわかんなくなってきたぐらいなんだけど、あーちょっとこれ一旦ここで止まりたいな。あー止まれないのか。はい、よしよしよし。これはここ来たか。ここ来たね。ここの左も行ったかな。あ、ここは来たのか。一回なんかエレベーターの途中で行ってない場所あったなと思ったけど、ここじゃなかったかな。すごいね。めちゃくちゃイベント進んだな。で、本来このイベントは、あれだね。この、三角飛びというか、二段ジャンプ、壁ジャンプ。これを手に入れれば来れる場所だったはずだから、あ、違うわ。そうか、その後、何かをはめ込まなきゃいけない場所があったから、順番的には正しいのか。今、俺がここに来れているのは、あの、安住の地まで行けたことが、ちゃんと条件になってるわけか。ん、あ、ここ行きたいね。ここ行ってないもんな。ここは何？偉大なる門は封印された。何者も入ることはできず、何者も出ることはできぬ。はあ、門が閉じたのか。門ね。どういうこと？門が一体何の門なのかっていうのは分かってないんだけど、でもこの主人公が今持ってる夢見の釘、この長押しで出せるこの釘、こいつはなんか門を開く力があるとかっていうのは、使用書、マニュアル、説明書には書いてあった。この夢見の釘の、夢見の釘取扱説明書にはそう書いてました。確かに。あ、じゃあまああの神殿行ってみるか。何があんだろう。ここだけいるんだね、あいつ。あの上から飛び出してくるやつ。
ここら辺はあんまりあのエモい感じがないね。普通のちょっと野蛮な洞窟な感じがする、いやー釘の力でもでかくなったのは強いね。何言ってんだ俺釘の力が強くなったのはでかいねーだ。たまに実況やりながらやってるとこのゲームの方に集中しちゃって自分が何を言ってるのか分かんなくなっちゃうから危ない。とんでもないことを口走る可能性がある。こっちから行けなかったけどここの上行ってなかったか。ここの上は単に出口かな。あっちの入り口が塞がれちゃったから出口はこちらですっていう感じで、まあ博物館みたいなもんだね。必ず出口にはあのお土産屋があるっていう一方通行の。ここの上は行ってないよね。それにあーここも行けないんだ。あー厳しいなー。じゃあお兄さんいなさそうだねこの感じは。いないのか、それとも、これからの帰り道の先で、商売してるか。どっちかだな。80ゴールド、80ジオ。ゲームの中の通貨といえばゴールドというのがもう自分の頭の中に染みついてしまっている。あれ？こっちから帰れないじゃん。あれ？帰れませんよ。店員さん。どうなってるんですか？じゃあどっから帰るんだ。ここ行けたりする？隠し通路から帰らなきゃいけないのはちょっと辛い。ここ開けてください。これで開く？開かないの？どうするこれ。じゃあ閉じ込められちゃった。なんか大いなる扉が閉じたからもう外に出られないとか言ってたのはあれは今の扉のことではないと思うんだけど、どっから帰る？これここの上か。ここ行ってなかったか。いっぱい行ってない場所あるな。ああ、ここ来た来た来た。ここは開かないんだよ。開かないんだよね。うん。ん？ってことは、もっと右の方かな？から上に行く場所があるのかな？こっちじゃないか。あら、行けませんよ、これ。これはちょっとよろしくないんじゃないですか？いかんねこれは。道がわからんようになった。抜けるとしたら左か、上だと思う。右側にはさすがに抜けれないと思うから。あーでここに来るわけか。これはちょっと弱ったな。どうやって戻ろうか。ここの近くにあれもないもんね。あの列車というかあの鉄道、鉄道とあとまあ鉄道なくてもおじいちゃん虫あれがいりゃまあ戻れるんだけど。いやでもちょっと今回あれだな、思った以上にストーリーが進んだというか核心に触れたね。まさかあの女の子と再び出会えるとはちょっともう若干諦め気味だったんだけど、やっぱりあれだね、あのドカベン女よりさっきのスタイルいい可愛い女の子の方が好きです。まあ性格はきつそうだけどな。ということで、今回は、ストーリーだいぶ進んだ感じですね。ハロウネストの王国の、中心部で、何やら謎な、紋章というか石碑を見つけて、まあ何やら謎なことが書かれていて、で、謎の美女と、再会して逃げられたというとこでございます。ということで、次回は、とりあえず、ちょっとこの王国は、もう、大丈夫なんで、外に出たいと思うんですけど、出口がわからないので、そこを捜索していきたいと思います。今回、この動画がいいと思いましたら、高評価、低評価、コメント、チャンネル登録等で反応いただけると嬉しいです。それじゃあ、また次回お会いしましょう。バイバイ。いいね、ここのベンチ。